とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 Y、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ゲーム内で使える合言葉を3つ入力します。この合言葉だけども、妖怪学園 Y の公式ページに載ってます。もう入力した人はいるかもしれないけども、まだ入力してないっていう人は早めにしてください。これを入力するためには更新データのバージョン 3.10 にしないと、受け取れないみたいです。やり方がここ、連動のお届け物。そうすると合言葉入力ってあるのでここで入力していきましょう。まず一つ目、ブルーバ。ひらがなでブルーバ。いいかな？まあまあ、まだ入力してない人は一緒に入力していこう。ブルーバ。だね。いきまーす。とりあえず、まず一つ目。ブルーバで本格インドカリー入手できます。これは多分、ここだけでしか入手できないんじゃないかな。うん。お、スパイスの世界。あ、なるほどね。作れるんだ。作れるんだ。はい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 。宿舎のおばちゃんに話して、新しく作れる装備みたいだね。まあ、特殊能力が気になるところ。そして二つ目。ポンケゴ。ポンケゴです。ポー。うん。ケゴ、いいかな。二つ目はポンケゴです。ポンケゴをすると、はい、みーちゃんパンチ入手しました。まあ、これも初めての装備だね。どれぐらいの攻撃力があるのかちょっと気になるところです。あ、みーちゃんの冒険作れるようにもなったね。はい、そして最後もう一つは、ロミラ。ロ、ミ、ラ、です。ロミラ。入力してね。はい。メロカマちゃん帽子を入手しました。まあ、この三つです。で、プラスで、更新データ 3.10 を、ダウンロードした場合、このお届け物も探してみてね。そうするとここにもプレゼントが届いているので、それはゲットしときましょう。俺もまだ、あ、ゲットしてなかったね。はい、これ。いきます。はい、更新のお礼パック。ガシャコイン5個。メディカルキット。飛び箱だったもの。運動エネルギー。です。そしてもう一つ、これも来てるね。プニプニの暴走輪廻パック。ゲットです。はい。これあのファッションだね。ゲットしました。ではちょっと入手したやつを見ていこう。まずはアイテムからだね。食べ物の、あれ入手順がないんだ。あったあった。インドカリー。レジェンダリーだね。おお、すごくいい。HP をすごく回復して、変身ゲージを 25% 回復。で、回復量も1600。で、空腹ゲージも 80% 回復。なかなかいい装備じゃない？今まで変身ゲージを回復させるのって、10% ぐらいが限度だったと思うんで、なかなか、いい食べ物だと思います。はい、そしてファッションの新しいやつだね。あー、出ないな。はい、これです。メロカマちゃん帽子。かぶれば注目の的となるかもしれない素敵な帽子。メロカマとはメロという魚のカマの部分である。うん、カマの部分ってあの、なんだ、喉あたりの部分じゃないっけ？わかんないけど、思いっきり頭の部分だけどね。
はい。そして暴走輪廻の装束が、切ればある強大な妖怪に化けられるという装束だが、彼の絶大な力までは再現できなかったようだ。再現できたらすごかったんだけどね。はい。まあちょっとファッション装備してみないと分かんないな。メロカマちゃんがこれ、おお、なんかシュール、シュールだよ。で暴走輪廻が、おお、まるっきり変わったね。まるっきり変わっちゃいました。はい。あと装備があったか、あの猫パンチみたいな装備があったね。あれはどれぐらいの攻撃力なんだろう。あ、うんうん、まあまあこんぐらいでしょう。レベル300、278の攻撃力。うん、まあ新規の人にはすごく嬉しいやつではないかな。最初からこれを入手できればだいぶ使っていける、うん、装備になっているのでおすすめです。なかなかいいプレゼントだったね。そしてバージョン 3.10 で少しねバランス調整されたものがあって、まずミッションの体育倉庫の大掃除、まあ、体育倉庫内でヤンキーたちと戦うやつだね、デイリークエストの。あれが、高い難易度になってたので下方修正されたみたいです。敵のレベルが下がったか、もしくは敵が弱くなったかだと思います。確かにあそこの敵半分ぐらいがかなりね HP が高く設定されてた、防御力かな。なのでそれがそうでもなくなったということみたいです。そしてもう一つ、モモのアイコン、ここで A ボタンを押すとそのまんま飛ぶようになるみたいですね。今までは Y ボタンを押してこう選ばなきゃいけなかったけども、そこのボタンを A ボタンで決定するだけで飛んでくれるようになるみたいです。はい。そしてもう一つ、俺がねちょっとショックだった修正があります。それが花子さん、そしてナイトメアレディの威力が落ちました。めちゃくちゃ落ちた。今まではラスボスのね一発のダメージの3分の1ぐらいのダメージを与えてたのよ。でもそのダメージのさらに半分ぐらいしか与えれなくなったし、めちゃくちゃ当たらなくなった。1回ビームをビッと打って 2,3 回当たるのが限度で、連射するんだけども連射速度も遅くなったので、うん、結構当たらなくなって、これは花子さんナイトメアレディはもうランキング外かな。ちょっと残念な、召喚メダルになってしまいました。はい。ということで今日は新しく入力できる合言葉を3つ入力してみました。そしてね 3.10 バージョン 3.10 ね、そこで修正された箇所いくつか話をしてみました。こんな感じになりましたね。またね修正はいくつか入ってくるかもしれませんけども、まだねどんどんやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。